でお客様を味方にするはがき、一度商品をお買い上げいただいた方を忘れてはいけないと同時に、お客様からも忘れられてはいけないということです。はい、その前ですね、で、はがきを出してやっていくということですね。はい、で、大体私はですね、1日に、目標として、7枚の、ノルマ、自分にノルマを課して、7枚のハガキを書いております。はい、で、その、大体このやり方は5年ほどぐらい前から始めたんですけれども、最初どういうことが起こったかというと、知り合った社長にですね、ハガキ、売り場も何もないですよ、ハガキを出しました。で、3通ぐらい出したときに、お電話いただいたんですね。他の仕事やってますので、山沢君、ちょっと相談があると。来てくれないかということで、行きました。そしたら今、担当している保険の担当者がちょっとあんまり気に入らないから、ちょっとこれ相談乗ってくれないかということで、相談乗りました。で、その時のお支払い金額は、年間で大体2000万ぐらいのご契約でした。